前は8番のジョーですが、一旦上がった1番の辻中は車を下げました。後ろ与那峰です。準決同様、地元同士辻中マーク、慶応各連覇がかかります。6番の与那峰、上がった7番の須永が先頭、後ろから辻中邦弘、辻中が7番の須永雄太を叩いていく。2番手6番の与那峰、あとは3番の鈴木守、そして7番の須永、これで4番手、8番のジョーが7番手です。ジャンが入りました。さあ早くも1番の辻中先行体制、番手は与那峰、3番手3番の鈴木、7番の須永が4番手、8番のジョーが7番手、第4コーナー回ってきました。さあラスト1周に入ります。さあ地元の辻中先行です。番と同じく地元与那峰森保、あとは3番の鈴木守、1番6番3番7番の須永が4番手、さあ7番手からジョーがまくっていく、それを2番の山崎牽制したんですが、かいくぐってジョーが上がっていく、7番の須永雄太、さあなかなか車が出ていかない、8番のジョーがいい回転で2番手まで来た、番手見てそれを6番の与那峰が上がっていく、後ろは3番の鈴木、直線に入った、与那峰先頭だ、鈴木ですが与那峰か、6番3番か、うちでは2番の山崎。東京スポーツ杯 A 級見事優勝を飾りました、与那峰森保選手です。本当に大人気ですね。まあ、さすが慶応学2連覇です。それではお声伺ってまいりましょう。優勝おめでとうございます。どうもありがとうございます。さあこの大きな雄たけびの喜びの声、皆さん待ち望んでいたかと思いますよ。今のお気持ちいかがでしょうか。いや本当に期待に応えてよかったの一言です。そうですよね、慶応学2連覇となりました。小田原に続けて連続 V です。連続 V 本当に初めてで、ちょっと自分でも夢みたいです。はい、今日はジョー選手のまくりに合わせて番手から抜け出しての勝利となりました。再びの辻中選手との連携でしたけれども、道中振り返ってみていかがでしたか。そうですね、来たラインが意識して前に踏んでたので、落ち着いていってくれと思ってたんですけど、早めに出てもう、いいペースで踏んでくれたので、正直かばいきれなかったですね最後。今シリーズ3日間通していかがでしょうか。いやもう初日はなんだか足余らせてゴールして、初日悪いと大会そのまま悪い流れなんですけど、昨日一着取れたんでまた流れが戻ってきたかなと思って、ちょっとそういう気持ちで走りました。この強さの秘訣っていうところはどういった。いやもう正直震災の後の仕事なかった時にもう本当にこのまま競輪がなくなってしまったときに後悔するんじゃないかなと思いまして、それから本当に練習に直して本当身を入れたのが良かったかもしれないです。はい、またファンの皆さんのお声っていうのも大きかったんじゃないですか。そうですね、もういつもそれに押されて地元は成績いいんで、はい、ありがとうございます。さあそして先ほどチャレンジ優勝は地元やはり北村選手、この後走る辻中選手、与那峰選手もお願いしますということで、ここでちゃんと言ってくれたんですよ。いつも練習してる先輩でお世話になってるんで、とても嬉しかったです。はい、それでは連日ご声を送りいただきましたファンの皆様に向けて、優勝のご報告そしてメッセージをお願いいたします。本当に連日応援していただいてありがとうございます。また呼んでいただいた時には一着取って、皆さんに貢献できるように頑張りますので、慶応学ともども僕も応援よろしくお願いします。ありがとうございました。与那峰選手にお話を伺いました。それではこれより表彰式へと移らせていただきます。ファンの皆様今しばらく、その前にやはりガムのプレゼントが今日もあるんですね。まあ本当に与那峰選手おなじみとなってまいりました。与那峰選手からガムのプレゼントとなります。さあ本当にファンサービス精神旺盛の与那峰選手ですね。